キックオフ山梨スタート。こんにちは。今日はキックオフ山梨からお送りします。はい、まずはインターハイ県予選男子決勝、先ほど終わったばかりの試合速報です。全国切符をかけた一戦は、県総対王者の山梨学院と新人戦を制した帝京第三の対戦。試合が動いたのは前半8分、山梨学院は左サイドからのクロスに最後関口、一度はバーに当たるもこぼれ球に反応してシュート、幸先よく先制に成功します。1点を追う帝京第三は後半立ち上がり、桑原がこの位置から強烈なミドル、反撃の口火を切ると、その直後にも途中出場のキャプテン辻のクロスに小澤、決定機を作りますがネットは揺らせず。すると山梨学院は駒田がこの位置でボールを奪うと、クロスに飛び込んだのは高野、決定力の高さを見せつけ追加点を奪います。さらに山梨学院はキャプテン坪井のロングスローから2年生の関塚がゴールを奪うなど、多彩な攻撃でライバル対決に勝利、2年連続7度目のインターハイ出場を決めました。いい時間帯に点が取れたのでチームの勢いに乗れました。まだまだ課題が自分たちはあるので、一つでも克服してもっともっと成長した姿で北海道で暴れていきたいと思います。はい、帝京第三は最後まで諦めない姿見せたんですが、はい、山梨学院が上回りましたね。そうですね、3点という得点も素晴らしいんですが、試合を通じてゲームをコントロールする力、そして選手全員ピッチの中で同じ方向を向いてプレーしているのが非常に印象的でしたね。はい、で惜しくも敗れた帝京第三も決定機があっただけに、そこを決め切る力というのが今後求められていくと思います。惜しくも敗れたチームの皆さんも、これからのリーグ戦、さらに冬の選手権に向けてまた力を伸ばしてもらいたいと思います。さあ、そして山梨学院が出場するインターハイは来月28日北海道で開幕です。まずは初戦突破目指して頑張ってきてください。高校生に続き中学生も県王者が決まりました。県中学選手権の決勝が今日富士吉田市の富士北麓公園で行われ、中央市の玉穂が甲府東を2対1で下し優勝、39チームの頂点に立ちました。3位は山梨学院となっています。次は女子サッカー、なでしこリーグ2部 FC 富士桜山梨です。富士桜は昨日アウェーでギアティンミエレディースと対戦、脇田のゴールで先制するも試合終了間際に2失点、土壇場で逆転を許し悔しい2連敗です。順位も1つ下げ8位としました。次節は24日土曜アウェーで岡山湯野ゴーベルと対戦します。次節対戦する岡山は前半戦で今季最多得点で勝利した相手です。ここでしっかり流れを引き寄せましょう。続いては小学生フットボーラーがヴァンフォーレの選手たちと夢の体験です。昨日、日生南アルプススタジアムで行われた日産グリーンカップサッカー教室。今回で37回目となる教室では、ヴァンフォーレ甲府の監督、選手全員が参加し、Jリーガーを目指す子どもたちおよそ150人を直接指導しました。うまくいかないときも多いんですけど、練習すればうまくなるよっていうことを伝えて、どんどんチャレンジするようにアドバイスします。今の子たち本当サッカーうまいんで、一緒にやっててもそんなことできるのっていうプレー結構多くて、はい、すごいなと思います。参加した子どもたちは憧れのプロ選手からのアドバイスを真剣に聞く一方、恒例の交流試合ではヴァンフォーレの選手たちも試合中とは全く違う表情を見せながら子どもたちとサッカーを楽しんでいました。ヴァンフォーレの選手たちと楽しく練習ができてよかった。宇高選手みたいな決定力のある選手みたいな。
なおサッカー教室の模様は来月8日土曜日午前10時30分から YBS テレビで放送します。はい、本当子どもたちの目がキラキラ輝いていまして、そうですね、選手たちも楽しそうでしたね、うん、もしかしたらあの中から未来のヴァンフォーレを背負って立つ選手が出てくるかもしれませんからね、ワクワクします、そんなヴァンフォーレ甲府、次の試合はリーグ戦で24日の土曜日組まれています。ホームでファジアーノ岡山を迎え撃つゲームとなっています。その岡山戦はホームスタジアムの照明が水銀灯から LED に変わり、初のナイトゲームとなるんですよね。はい、そうなんです。そこでスタジアムをヴァンフォーレブルーに輝かせるイベントが行われます、はい、ブルーの光を放つため携帯をお持ちの方にはブルーフラッシュシールを、うん、また携帯をお持ちでない高校生未満の方にはルミカブレスレットを先着1000名様に配布します、はい、ヴァンフォーレ勝利後の実施となります。勝たないと見られません、うん、スタジアムでぜひ熱い声援を送りましょう。まさしく一戦必勝となっています、はい、この日は男祭りも開催され、男気満載のスタジアムグルメも販売されますので、こちらもお楽しみに。特集は23日からスペイン・カタルーナ州で行われる国際大会に山梨から出場する2人のサッカー少年です。世界トップクラスの大会への挑戦を目前に控え、期待に胸を躍らせています。サッカーの本場スペインで行われるジュニア国際大会コスタジローナカップ。スペイン国内はもちろん、世界各国から有力なチームが集まり、世界のトップ選手を数多く輩出してきた大会です。その大会に山梨から出場を決めた小学生がいます。丸山優斗選手12歳、中陣清選手8歳、2人は国内で行われたセレクションを通過し、日本チームエクスクルーシボ FC の一員として海を渡り世界と戦います。スペインの人はパスが上手いけど、それに負けないようなパスの技術を身につけて、スペインのチームにも勝ちたいです。スペインで点を取れるか楽しみ。2人の指導に携わり、自身も年代別日本代表として世界と戦った経験を持つ小宮山さんも、彼らの挑戦に期待を寄せます。やっぱり本物のトップクラスを経験することで、みんなが満足しているゴールを一つ、そこを通過点にできることで、またさらに一つ二つ成長できるんじゃないかなっていう、その部分でやっぱ早い段階で海外のトップを経験できるっていうのはもうプラスでしかないなって、はい、思ってます。県内では世代トップクラスの実力を持つ2人が挑むのは世界最高峰との対戦です。ミスにオパラエルフテロ SL フットボーリスター、将来の夢はサッカー選手です。丸山優斗、優れた状況判断と多彩なパスからチャンスを作るミッドフィルダー。去年およそ3ヶ月間スペイン一部セルタデビーゴのジュニアチームの練習に参加、小学生ながら国際経験豊富な選手です。体の大きさとか足のスピードが速くて、身体能力が高くてすごいなって、ついていくのが難しかったです。スペインでレベルの高さを痛感した丸山選手、帰国後は原点に立ち返り基礎トレーニングに向き合いました。3ヶ月いるときはトラップしたときにほとんどボールが取られてしまったから、今は主に止める蹴るをやんなきゃって思ってやってます。丸山選手にとっての今大会は改めて自分の現在地を確かめる絶好の機会となります。試合中でも思い出しながらスピードとかフィジカルにどう対応していくかを考えて挑みたいです。1対1を絶対負けたくないです。ドリブルで全員抜きたい。中陣清、小学3年生ながらリフティングの最高記録は
なんと7000回。ドリブルでの突破とシュートを得意とするフォワードです。今回は3年生ながら2学年を飛び級してのスペイン切符をつかみました。兄ちゃんがやってて面白そうだと思ったから。1対1で相手を抜くところが楽しいです。小学3年生らしい笑顔でインタビューに答えてくれた中陣選手ですが、やっぱり不安だな。親元を離れ初めて過ごす海外での1週間、不安も覗かせます。それでも大会に帯同する小宮山さんは中陣選手のさらなる成長に期待しています。親元を離れて自立することだったり、言葉が通じない不自由さだったりっていうのを、スペインに行ってる間もそうですし、帰ってきてからも大人になったねというか、変化があってくれればいいなって、まあ、人としてやっぱ成長しないとサッカー の, レベルも上がってこないと思うので、すごく期待したいなって思ってます。はい、そんな2人をスペインで待ち受けるのは世界有数のビッグクラブ。丸山選手が出場する U12 のカテゴリーではグループステージで日本代表久保建英選手が所属するレアル・ソシエダードのジュニアチームと対戦。 U11 カテゴリーの中陣選手はイングランドの強豪リバプール FC との対戦が決まっています。県内では世代トップクラスの実力を持つ2人が世界に挑む1週間、彼らは何を感じ、何を残し、何を持ち帰るのか、期待と不安を胸に抱きスペインへ飛びます。待ってろスペイン。子供らしい表情も見せるんですが、サッカーの話になると真剣そのもの、はい、本当世界の舞台で思いっきり楽しんできてほしいですね。我々も楽しみですよね。この大会を通じて世界最高峰のチーム、そして選手との対戦、今の自分の力試しにはもってこいの場だと思います。はい、彼らがね、帰ってきてからの成長というのもまた楽しみですよね。そうですよね。そして現地では大会が主催する交流会も予定されているそうでして、はい、中陣君はですね、スペインでたくさんのサッカー友達を作りたいと話していました。世界中に友達できてほしいですね。そうですね。さあ、2人が挑みますコスタジローナカップは23日に開幕です。番組ではスペインで世界のトップレベルに挑む2人の様子を密着取材します。こうご期待です。